オズワルド、伊藤俊介が13日放送の読売テレビ、ネタミちゃんと仲間たちに出演。妹で女優の伊藤沙莉に対する妬みが現時点でマックスに達していると明かした。番組で俊介は沙莉へのジェラシーの変化を折れ線グラフで紹介した。それによると22歳頃から妬みが急上昇し30歳ぐらいで一発低下。しかし、32歳の現在再び急上昇し、100% 超えしている。まず、最初の上昇について俊介は、芸人を始めてから徐々に、沙莉ってちゃんとこんなに、すごいやつなんだと、気づいてしまったと理由を説明。しかし、M1 グランプリ決勝進出を果たすなど、自身も知名度を上げ少しずつ平穏になった。一方で現時点で 100% 超えしている理由については、なぜかっていうと、ここで妹の年収を知るんですね。母ちゃんと姉ちゃんが僕と喋ってる時に、うっかり聞いた？沙莉の年、おさむつって教えてもらったのを聞いて、そんなバカな、と絶叫した。興味津々のブラックマヨネーズ、吉田隆が、どれぐらい？お前ら、がポメラニアンだとしたら、沙莉ちゃんは何？と微妙な質問。これに俊介は、僕らがポメラニアンだ、としたら、沙莉は飼う人間です。ドーベルマンとかでもなくて、お手をさせる仕草をして、こっちの方ですと桁違いであることを示唆した。さらに天竺ネズミ、川原克美から、じゃあ例えば、年収2000万の人がいるじゃないですか？妹は何千万なんですか？と、直球質問が飛んだが、俊介は、言わねえよ。そんなの、と当然拒否していた。Thank you.